遠藤航、とうとうベンチ外になってしまう。遠藤ベンチ外？とうとう遠藤ベンチ外か。さすがに遠藤ベンチ外とかやばいな。怪我じゃないなら本当に理解できない。遠藤ベンチ外は事実上戦力外ということなのか。遠藤ベンチ外はありえんだろ、あのハゲなんなん。怪我して崩壊するぞ。スロット日本人嫌いなん。昨シーズンの活躍から突然この事態とは監督とよほど合わないんだな。マジで5日の香川状態。練習でキエイザと脱出してたんだから元気なのは確定してるのに意味不明すぎる。怪我とかじゃなければもう移籍せんとやな、悲しいな。シンプルになぜ、夏の移籍市場が空いてるうちに構想外を伝えないんだろうか。終盤疲労で落ちるだろリバプール。オランダ人監督はやっと頑固。